本日はベースフードプレーン、なんとお供にバター、かじるバターアイスをバターとして使って食べてみようと思います。いただきます。美味しいです。やっぱなんかバターの風味がするので、なんかバター乗せてるのとアイス乗せてるのの間みたいな感じになって、風味も出て美味しいと思います。最近ハマってる伊藤園の多いお茶のお抹茶、今までペットボトルというかアルミの缶のボトルで飲んでて美味しくて気に入ったので、ついに粉末のを買いました。32回も飲める、溶かすとお抹茶になる商品だそうです。いいですね。超ペイペイ祭りをローソンでも試したくてやろうと思ってたんですけど、ちょっとお店の中の電波が悪くて間に合わなくて ID で普通に支払いました残念。こういうところがありますよね、バーコードってね。まあさっきその茶さっきチャージをした時に一瞬ちゃんとバーコード出たんですけど、でそれをそのままレジ持っていけば使えたんだと思うんですけど、もう一回読み込み直しして、そしたらその通信してバーコードもう一回表示させるっていうので、結局なんか通信環境が良くないと時間がかかるということが、でどうしてもコード決済だとありますよね。お、あれなんでしょうね、なんか放水してますね。ズーム、おー、なんか水吹き出しながら船が走ってますね。訓練なのか何なのか、すごいすごい、後ろにも同じような船が来てますね。すごー、ブルリ公園に来ました。さっきなんか船が水を放つ訓練みたいなのしてたんですけど、その船と思われる船がちょっと奥の方に、船体が赤ですかね、の船がいますね。今日の外でコンビニご飯、お店で作ってる手作りメンチカツサンドとドラモッチいちご&ミルク、楽しみ。いただきます。犬に吠えられた。すごい大きい船行ってますね。働くお船ですね。富士見橋門前なので、ここからも富士山見えるんですかね。今この辺です、豊洲市場のちょっとなんか先の方なんですけど、さっきご飯食べてたのはこの辺ですね。こことこと歩いてきました。水素燃料バスが水素ステーションで補充してますね。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。実は私はまあまあ旅行が好きで、今まで15カ国22都市くらい海外旅行には出かけています。もちろんもっとたくさん旅行に出かけていらっしゃる方もいるとは思うんですけれども、お金に敏感な海外旅行が好きな人間が、お話しできることというのをちょっとお話ししてみようかなというふうに思いました。今日ちょっとお話ししてみたいのは、LCC のビジネスクラス級シートというのが意外と面白いかもしれないというお話で、私自身はエアアジア X の、シンガポールとバリに行くときに、ビジネスクラス級シートというか、こうフルフラットになって寝そべっていけるシートで旅行したことがあります。でちょっと別の便ですけれども、いわゆるレガシーキャリアですね、フルでスペックが入ってるキャリアの、ビジネスクラスのシートも乗ったことがあるので、その辺の比較ができると面白いかもしれないなと思うんですけれども、あくまで LCC なのでサービスがすごくいいとか、あと食事がすごくいいとかっていう感じでは
なかったですね。で、シンガポールに行くのに片道6万円ぐらいで行くことができたんですけれども、まあ通常の、ビジネスクラスのシートだと数十万円ぐらいかかったんじゃないかなというふうに思いますので、まあ格安で利用することができます。まあただし、こう、エアアジア X の場合のその長距離便の場合は、こうフルで寝そべっていくことができましたので、まあサービスとか料理がいいとかっていうところは期待できないけれども、まあ体は十分に楽な姿勢で移動することができたので、まあ私にとってはかなり有力な選択肢になっています。で、まあもちろんそのどういう航路でどういう機材を使っているかとか、LCC のすべてがビジネスクラス級シートがフルフラットにしているというわけではないんですけれども、まあこう LCC といえば狭くて窮屈という選択肢だけではなくて、LCC、あえて LCC にしてビジネスクラス級シートを狙っていくというのは、ちょうどいい、自分にとってちょうどいいサービスを選ぶという選択肢になりうるかもしれないなというふうに思っています。以上、FP 小話でした。ローソンでも無事 PayPay のポイント付与されてました。今日使った分は4月4日付与予定という表示になってました。